はいさい、今回はうるま市の離島の一つ浜比嘉島に来ています。でね、今歩いている浜は知る道中の浜って言ってね、あの山のね上の方に知る道中レイバがあって、から祈願とかね、そんな感じの御利益のある場所なんですが、今回ね、浜比嘉島来たら干潮でね、久々に向かいにある島がね近くまで行けそうなんで、ちょっとねせっかくなんで、まあもともとここは撮影する予定になかったんですが、今回ねせっかくなんでカメラを回してる感じです。でね、もうね時間もね午後そろそろ5時を回りそうなんでね、だいぶ日も傾いてますね。あ、そっか、久々に上の湯河布丘だっけ、展望台ちょっと行ってみようかな。この動画撮った後にね湯河布丘のね動画も多分撮ると思うので一緒にご覧ください。あ、この動画くっつけようか。今回ね知る道がね、1、2ヶ月前に訪れたばっかりなんで、行く予定じゃないので。っていうかすごいよねこの岩、なんかパワー感じますよね。こんな大きな岩がゴツゴツしてると。おお、人がいる。珍しいね、こんなところで人に会うなんて。でね、これこのね今画面に中央あたりに映ってるあの岩がね、湯河布丘から見るとねゴリラの顔っぽく見えるんですよ。またねそれも後で多分映画を描くと思うんで、その時ねゴリラ岩の話をしたいと思うんですが、やばい、今日ね朝から市原に来ててもう10カ所ぐらい撮影してるんで、歩き疲れてね若干元気もなくなってる感じなんですが、まあね、ご覧の通り今日の沖縄はねめちゃくちゃ青空が広がっていて晴れてるんでね、ちょっといつもよりもね無茶をして撮影いっぱいした感じなんですよね。そしてこっちから歩けるかなと思ったら潮だまりにね陸地がなかったんで、ちょっと引き返そうか。ああそっか、干潮なんだよ。ちょっとまた話がごちゃごちゃになっちゃうんですが、僕ね以前何度もこの知る道の浜訪れて YouTube にもアップしてるんですが、このね今まあ干潮なんていうのが上がってるからね島って感じがしないかもしれないんですが、満潮時はねこちら離れ島になってるんですよ。でこの島の名前を僕はずっと久場島だと思っていて、久場島にね廃所群があるよっていうね話を聞いていたんですが、どうやらこの島が久場島じゃないかったらしくて、カネクビーチか、ここからねちょっと近いビーチなんですが、移動した場所にあるビーチに、廃所群があるという話なので、まあね、そのビーチも以前ね、なんだろうこの廃所っつってね、ちょっと白い魚壁に隠れちゃったな、なんか以前ね撮影した場所でね、前回1ヶ月前ぐらいに訪れた時にね行こうと思ったらたまたま満潮でね行けなかったんで、今みたいに干潮だったらもしかしたら行けるかもしれないので、とりあえずこの動画終わったら、湯河布丘展望台をね登って、また次の動画でですね一回閉めて新たにね廃所群、久場島の廃所群というね動画を撮っていこうかななんて思っているので、はい、興味あるよっていう人はねまた何日か後に YouTube にアップすると思うので、そちらの動画も、ちっちゃいねこの青いお魚2匹いますね、こっちとここに、ね、はい、というわけで今回はうるま市の離島の一つ浜比嘉島知る道中の浜から沖縄の魅力をお届けしましたと言いつつね、じゃあ画面を切り替えて
芝生岡です。はい、さい、今回はうるま市の離島の一つ市花里浜比嘉島に来ています。でね、どこに向かっているかというと、シーサイドガーデン浜比嘉っていうね、息切れしてるね、冒頭からすいません、ところから敷地内から行ける湯河風丘っていうね展望台が、以前僕の動画も何とか撮影したこともある場所なんですが、ね、今回そこに行ってみようかなと思っています。ちなみに入場料必要なんですよ、はい、以前は確かね2、300円だったと思うんですが、今150円で、息切れ、500円になってますね。でね、このね岩をね、両サイド岩なんですが、間をくり抜いて作った階段を通るんですよ。なんでね、息切れしたかというと、車に財布を忘れてね、お代を払うためにね出して戻ってきた感じです。よいしょ。なのでね、息入れしちゃってるんですが、おー、暑い暑い。ここ登るのも3年ぶりくらいじゃないかな。もしかしたらね、 YouTube にアップするのも 4、5 年ぶりぐらいかもしれないですね。湯河風丘って書いてますね。展望台あるんで、今回は展望台からのね眺めをお届けしたいと思います。はい、ちょっとね風が強くなってるんですが、ちょっとゴリラ岩の形がなんか若干変わってるような感じがしますね。